狙います。プレ球、強烈なコンタクト。ああ、マテウスが座り込んでしまいました。一気に入れ替わって、エブル入れ替わってフィニッシュ、同点。本当にマテウス・カストロのこうブレーダーは素晴らしかったですけど、まあ、ここでしっかり防いで、まあ、しっかり前線の状況を見た形での判断、技術の高さ、そしてランニング、まあ、あとはこのかわしての、まあ、フィニッシュワーク、ホテルするレイナが高虎、落としたボールですが、これは狙っていました、米本、そしてスルーパス、長いエーサー、中、逆サイドはユンカーフリーだ、ユンカートラップをしてから、決めた、カウンター炸裂、名古屋らしい得点です。落ち着いて決める。この長いの飛び出し、まあ、インタースピードも素晴らしかったですけど、このワンタッチもね、また速かったですよね。ちょっと前線に柿田が入って、まあ、知念もいて、鈴木優真もいるんで、高さの競り合い多いですからね、はい、高さ。さあ、パトリック、パトリック、マイナス、山口小樽、ラストパス、後ろから折り返し、武藤だ。今、どっちかが切るかで、運べると思うんですよね。はい、そこから少し運んであげるってことも大事だと思いますし、さあ奪った鹿島、鹿島ドリブルパスを選択、名古屋、名古屋クロス、鈴木のヘッド、まあ、いいところで鈴木優真が受けて、まあ、ピッカが運んだところから名古屋のランニングですよね、まあ、あとはこのボールですよ、パッと顔を上げた瞬間入ればウェリントン、ルキアンいますから ね、はい、おお入れ替わった、河村が行く、河村ドリブル、スペースがあるぞ、引きつけてエゼキウだ、エゼキウ、もう一回河村、河村の左足だ、広島生まれ広島育ちの勝負師ルカス・フェルナンデス、ここから速い攻撃がありますコンサドーレ、わしは逆サイドを見ます、金子の持つ股抜きを狙う、取り返した、これはチャンス、片山、足元、細谷、同点、下から行きました、野津田が厳しくチェック、さあうまく三角形作って剥がしました、ベンカリパー裏を取ったエゼキエウだ、さあ決定機、エゼキエウ抜け出した、エゼキエウ、エゼキエウ決めます、いや見事なカウンターアタック、サンフレッチェ広島、まあここでね、まずはボールを奪ってからここでダイレクトの、ね、パスをつなぎましたし、エゼキエウ選手も足元ではなくて相手の背後はねスペースありましたから、うまく抜け出して、まあ、最後ね、さあ速攻いけるか、大迫からパスを出した、武藤、武藤、パトリッキが逆に、武藤打った、こぼれ球、パトリッキーからですからね、はい、ボックスあたりからのカウンターですよね、まずはここ大迫のキープ力と、はい、あとは大迫ここを追い越していくようなね、武藤のスプリントですよね、少し距離ありましたけども、まあ、少し鹿島の 4-4-2 のこのブロックって崩すの難しいですからね、無理してつけると引っかかってカウンターですよね、はい、瀬古の縦パスが引っかかってマテウサビオからのこのボールが山田優斗に出た、中ファーにホセアだ、狙った、自分で行きました、山田優斗先制、柏レイソル、相手の縦パスカットしてからそこからカウンター炸裂です、落として入れ替わるように久保が来ましたが、これはクリアされます、おっとちょっとスリップした中谷、完全に抜けた、オフサイドはありません、大橋、大橋、こぼれ球、大橋、名古屋の、ね、攻撃も悪くなかったんです、ここのこぼれ球の立ち位置ですよね、阿部選手の、はい、最後も大橋選手も我慢してこの1対1落ち着いて、まあ、1回、ね、止められたんですけどね、